ふぅ、マグン司令ハトラー皆さん作りましたか？ギコちゃんはね、ハトラー作りましたよ、はい、どれぐらいありました皆さん？お、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ギコちゃんです。ダダーン、バーン、はい、ということで、ずっとソロでやってます。ソロでだから1ドロ、2ドロ、3ドロのうちのほとんど1ドロです。ラック今14です。進化前がね、進化後か、進化後はもうすでに運極になりました。進化前が14でございます。ヒュンケルは進化後と進化前両方とも運極にしました。まあ、90と99だけどね。はい、そんなわけでうん、まあ2分3分で周回できるよ、楽だねハドラーは。なんだこれは。というわけで、タイトル通りなんですけれども、先日皆さん、公式でアナウンスがありました不具合、覚えてますでしょうか？そう、皆さんの、まあ、一部のユーザーの方のこの左上のスタミナ、これがなぜか9999プラスになってしまうという不具合が発生したと、まあ、一部のユーザーの方のみね、さっきも言ったけど、はい、でそれはごめんなさい、不具合ですと、修正させていただきやすということで、今日の午前中だったか昨日の夜だったかに修正されたはずなんですよ。見てください、ギコちゃんのスタミナ。ギコちゃんもだいたい9999はなかったかな、9000ぐらいだったかな、だったんだけれども、まあハドラーにちょいちょいちょいと使いつつも、ヒュンケルにも使っていたんで、まあ 4,5,000 使ってるんで、多分残りスタミナは3000から4000ぐらいだったので、あんまり気づかなかったんですけど、あのね、画像をアップしたんですよ俺。ヒュンケルが、進化後と、進化前が、極まったぞと、これとこれね、右上の2番、2人のやつね、で画像を開けたら左上のね、スタミナのとこ見てくださったんでしょうね。あれ、ひょっとして不具合の補填というか、その修正でスタミナ持ってかれてませんみたいな、リプがあって、そこで気づいたんですけど、うん、あの多分これ持ってかれてるよね。で俺だけなのかなと思いつつ、まあ、そんな話が上がったもんだから、まあ、誰かが動画にしてるとか、あとは公式のリプランとか見ればわかるかなと思って、公式のリプラン見てみたら、はい、ビンゴ、いろんな方がスタミナなくなってるっぽいね。うん、まあ今さ、はぐれメタル狩りって言ってさ、もうドラゴンクエストみたいなゲームになってるよね。はぐれメタルの経験値がさ、学び特急 L さえつければ32万ぐらいいくじゃない。すごい、周回効率だってことで、今流行りに流行ってみんなランク上げしてる方が多いんですけども、だからこそスタミナが、まあ、過剰に回復していく、モンパス会員だったら過剰に回復だっけ、忘れちゃったんだけど、してると思うんですけども、それも全部回収されちゃったと、返してくれと、悲願の叫び、悲痛な叫びがね、リプランでこう行き交っていたんで、あ、これは間違いないんだなと、ギコちゃん確信しました。そこでさすがにギコちゃんだけだったりとか、本当に一部のユーザーだけだったらなんだけども、結構お声が上がってたんで、まあ、だからあえて動画にしようかなと、思いまして今撮影しております。いやー、これはね、まあ、ギコちゃんに関して言うと、アイテム確認でアイテム見ますね、パッと、はい、スタミナミングがもう残り990個しかないんで、本当にスタミナ大事なので、可能であれば、いや、むしろ可能であればじゃない、戻してくれ X ラックさん。これはね、スタミナ民が俺みたいに少ない人、めちゃめちゃストライカーに多いからね、これは戻してあげないとやる気をそぐ形になると思うんですよね。はい、ということで問題提起としてね、それ短い動画なんですけども、撮影させていただきました。同じ被害に遭ってる方ね、いらっしゃいましたら、ぜひともコメント欄に書いていただきたいんですけれども、それはギコちゃん勘違いだよってね、そんな不具合はなかったよっていう方もね、まあご意見あると思いますので、その方はその方でね、まあ、そのソースを添えてコメントいただけたら嬉しいです。はい、そんなわけで、以上ギコちゃんでした。バイバイ。大丈夫、スタミナは戻ってくる。なくなったスタミナはみんなのここにある。